ヨハンデ・オポルトフォンザクセン・コーブルク・ウント・ゴータは、ドイツのザクセン・コーブルク・ゴータ公国最後の構成誌。ザクセン・ゴー・ゴータ公、カール・エド・アルトとその妻で、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾン・ダーブルク・グリックスブルク公女、ビクトリア・アーデル・ハイトの間の長男として生まれた。第一次世界大戦中の1917年に、父が、イギリスのオールバに公爵位を剥奪され、 さらに1918年のドイツ革命で君主制が廃止されたため、どちらの爵位も継承することはできなかった。1932年3月9日にドレスデンのニーダー・ゼトリッツにおいてフェオドラ・フォン・デア・ホルスト男爵夫人と結婚した。この結婚は帝国博以上の家柄との対等結婚の規定を定めたコーブルククゲの家内法に背いた帰遷結婚であり、 ヨハン・レオポルトとその子孫は、公爵家の家督相続権を剥奪された。フェオドラとは1962年に離婚し、翌1963年5月3日に、平民のマリア・テレジア・ライントルと再婚した。ホーブルククゲの家長尉は、ヨハン・レオポルトの魔帝、フリードリヒ・ヨシアスとその子孫が継ぐことになった。最初の妻フェオドラ・フォン、デア・ホルストとの間に二男一女を設けた。 ありがとうございます。